三井の負託を得たとさらにモンスターになって帰ってくるのではないか震える兵庫県政関係者の弁だ17日の兵庫県知事選で不信任決議を受けて自動失職した斎藤元彦前知事47がまさかの再選パワハラ知事の出戻り復帰に県職員らは戦々恐々であるというのも県議会の百条委員会が実施した 県職員のアンケートに6725人が回答し42%がパワハラを見聞きしたと答えたからだ6725人中466人は記名で回答している記名したのは幹部が中心で彼らの中には今有力 OB に身の振り方を相談している人もいるそうです無記名の人でもアンケートに答えたというだけで ヒヤヒヤしています。別の県政関係者。選挙期間中、パワハラはデマという言説が溢れ、百条委員会で職員に不快な思いをさせたことを謝りたいと厳しい、叱責を認めていた斎藤本人もデマに便乗するかのような街頭演説を展開していた。県政に戻り、パワハラについての発言を翻すのだろうか。今年7月、 疑惑を告発した幹部職員が自死した際、知事に辞職を求めた県職員労組はこう言う。当選後の会見で、斎藤氏は議会や職員との関係性を正常化すると言っていた。風通しのいい職場にしてほしい、土取説を中央執行委員長。労組は直接会いたい。実は、 職員労組のカウンターパートは副知事で、斉藤知事とはこれまで一度も面談したことがないという。県民サービスのために、職員が気持ちよく働ける、環境づくりのために、直接会いたいです。土取説を中央執行委員長。百条委は25日に、斉藤氏の承認尋問を行うことを18日、決めた。疑惑は、パワハラだけじゃない。 斎藤再選とは切り分けて検証する必要がある。斎藤氏の当選後は、テレビ局をはじめ、大手マスコミが、斎藤陣営の SNS 戦略が功を奏したと、分析している。だが、斎藤氏自身は SNS を駆使した印象はない。一体ということなのか。関連記事、もっと読む、兵庫県知事選、斎藤元彦氏の勝因は、SNS 戦略って本当 tv 情報番組では法規制に言及したタレントもで重宝している以下は視聴者からのコメントで自分は他県民ですが県職員については詳しい方です42%が知事のパワハラを見聞きしたというのは信じられません一般職員しかも出先の職員は知事と会うことなどありえませんもしあるとすれば兵庫県は 職員との間が開かれている素晴らしい職場ですまた幹部職員は年齢的に部下に使えないやめてしまえ等の典型的パワハラを行ってきた世代ですそして今まで定年後も働けたのに斉藤知事が制度を変えた他県と同じにしたということの怒りもあり親密にしている県議と連携してパワハラがあったと書いているのではと思うのも 我が県も仕事ができうる人より、ごますりがうまい人、県議の犬になりきれる人が出世しているからです。30年近く一般企業で管理職経験があり、定年後に兵庫県と関係がある職場に再就職した時に、仕事に対する考え方に大きなギャップがあるのに驚きました。簡単にまとめると、一般企業では職場環境の改善と業務効率化や、 収益向上を同時に進めたい空気が、労使ともに、それなりに一体化しているのですが、定年後の職場は、改善は経営の責任で、自分たちは、前例やルールに従って、仕事をするだけという空気でした。対話は労働者側からの要求を経営者が聞く、機会であり、考えるのは経営者側にお任せという状況で、普通の企業だったら、経営はできないと思いましたが、 パートのような立場で、契約期間も限られていたので、同僚と愚痴を言い合うだけで済ましていました。若手職員も不満はあったようですが、普通に仕事をしていれば、給料は一定のところまで上がるので、言われたことを仕事している雰囲気でした。兵庫県庁はどうなのでしょうか